はい、どうもショータイムゴルフです。イエーイ。ドミンゴルール採用で。人知を超えたパッティングっていうのを世界をお届けしよう。右あれか遠い。人知は超えられましたか。超えてない。ワンラウンド片手はだいぶきついと思う。しかもさ、左手だったらさ、引く力だからさ、まあまあって感じだけどさ、右手だとさ、押す力じゃん。うん、ちょっと押しが弱いね。押しが弱いね。そういうこと、うん、その程度でいかれる腕だったら切り捨てた方がいい。やってみじゃん。あ、じゃあやってやるよ。今度やろうぜ。じゃあ俺左手でやってやるよ。左手じゃいやだって右は俺もうイカれてるから。あ、そっか、うん、小指握れないから。おー、左だな。ちくしょう、なんで俺のパターラフなの。よっしゃ、ふざけんじゃねえよ。もう一回パターでいってやるよ。そうだわ、だわ。缶に全然ない。缶のパターに負けだ。さすが俺のパター。270ぐらいかな。確かに飛んでるわ、あの当たりで。飛んでるね。OB もしかついてな。右 OB じゃない。ライナー了解。飛びラフ。バンカー越えたやつ。綺麗なパス取れたな俺。
うん、これやばい、下もきついし上はさらにきつい。あの枝に当てる、枝で殺すスピード。いやでもな、ダメだ、抜かね、左に強烈にカットさせるしかねえわ。しかもパターかい、ピッチングじゃなくてレフトサンドでしょ。あそこに強烈にカットさせて落とすしかねえ。カットいや、ナイストライ。ダメだ、やべ、もっと低くなった。全球パターのこのホール、うん、状況が悪化した。え、ロッペナか、ロッペナだよ。そう、ここにワンクッションかかるかな。そうだな、奥広いからね。ワンクッションさせたら絶対大丈夫。進化して。当たったら大丈夫。どこ？え？フェアウェイの方か。フェアウェイ右サイド。バンカーの右ぐらい。ラフ、ラフ、スーパーが慣れてるんだよ。逆にもっと狭いコースでやったらいい結果に結びつくかもしれない。逆、上手くなってからやるのか、これをやってたら上手くなるのか、どっちなんだろう。ですね、卵が先か鶏が先かみたいなね。
でかい？はい、ありがとう。ありがとう。おお、はい、そう。ありがとうございます。真面目にやったらこういうショットも打てるんですね。パターじゃなければね。そう、やっぱパターって無限大だと思ってたけど、どこかに限界が。俺としては不可能の対義語にしたかったんですけどね、パター。どうやら不可能の対義語は俺だけのようだな。わかって。ありがとう。グッタッチ。なんかやっと寒くなくなってきたね。強い。おじ。ブラザー起きた。ブラザー今ね、お目覚め。ちょっとね、目覚め悪いんだよね、寝起き。さっきから慣れ慣れしくブラザーって呼んでるけどさ、君たちの呼び名は太陽だからね。ダボ。あ、最悪だよ。敵作るかもしれないけどね。逆にすごいよね。なんか何が？そういうなんかさ、俺とかだったらさ、もう先に生まれたら上の人には敬語みたいな当たり前、意味がわからない、ね、だったからさ。てかそういうふうにそれが普通ってことに何の疑いもなかったんだからさ。いや、たかが 2,3 年さ先に生まれたからってさ、まるで神のように扱ってくれっていうのはあまりにもフリクスだと思わない？そんな先輩はいなかったな。あ、そう、うん、いや俺はあのね、挨拶をしないとか言って切れるやつが一番意味が分かんなかった。それはたまにいるかも、うん、女の子の方が多い。クラブを磨いてこいとかさ、先輩の、うん、意味が分からん。それは折り曲げてやったよ。まあ、いや頼んだの俺じゃなかったんだけど、うん、俺の同級生になんか頼みが来たらしくて、お前それちょっと貸してみろって、俺が磨いてやるからって。でしっかり真っ二つにして渡したよ。そういう過去があったんだ。それ部活にはいらないと。そう、部活にはいらないって言われた。まあだったら俺だってそんな部活はいらない。今日はすごく調子、ここ数年すごく調子。たまに俺の打ったボールが調子悪い時あるけど。それ俺じゃない、俺じゃないね。俺自体は調子いい。クラブも俺も全て調子いいんだけど、俺の打ったボールがたまに調子悪い時ある。それもしょうがない、ボールに効いてくれ。ゴムだからね。ねえ、まあ、大体平らなものでこういう丸いものを打ったら曲がるっていうのがね、世の中の決まり。まあ近々俺が塗り替える。やっぱり俺がいけるにはちょっと世の中狭すぎるよね。俺がこの手で広げてやらないと。みんな道はあるものを歩むもんだって思ってるけど、切り開かないと。俺のレベルからしたらもう道は作るものだから。俺の進んだその輪立ちが道なんだ。調子いいよ。俺はいつでも調子いいよ。
もうここ 4,5 年調子いいよ。年単位で調子いい。そうだね。みんななんか一球一球にさ憂鬱したり喜怒哀楽表してるけど、俺からしたら意味がわからない。だってそいつが調子悪いのかボールが調子悪いのかわかんないわけじゃん。それなのになんでさ、打った球が池に入っただの OB だの、ああ今日のルールはラフバンカー2ペナだの、そんな叫んでるようじゃさ、本当にいい調子なんてもう訪れないんじゃない。そんな一球あの自家ドラマンで構えたらボール浮くらしいの。決まったね、フィニッシュ。フィニッシュ決まったね。うん、何が悪かったんだろう。すげえ気持ちよく打てたんだけど。さすが柔らかいよね、実は。決めてる時点でダメなんだよ。フィニッシュってのは決まるもの。確かに。一緒。いいんじゃん。2ペアだけど。ペアだけど。乗った？いや、乗ったんないか。なんか振り向いただけだ。振り向いたの？うん、すげえ。腕が疲れてる。二頭筋が痛い。疲労困憊。うん。じゃあブラザー見ないで。何？いやちょっと待って、今10年後の自分見てた。あ、止まって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 。眩しくて見えなかった。失明するかと思った。危険だ。今度から未来見るのやめる。目にやられる。やばいってマジか。マジ。でかい。基本じゃないよ。そう、うん、川村雅宏一時ってやってた。本当。逆にドライバーに丸くないのを刺すの、あショットのやつ。
どう？え、いい。グリ握り心地がめっちゃいい。まあ俺が使ったから。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございます。両方からもう二人とも正直なんだな。ありがとうございました。いやー、服はわかんないけど。ガボンガボン。あ、違う。この動画を見て、いいねと思った方は、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。お願いします。お願いします。